そしてあの運命の第3回これ予選敗退してしまって、かわいそう、かわいそう、一回もいいとこねえじゃねえかわいそう、はい、という彼女なんですけどって。どうもナイツ花輪の自由時間です。今回、まあ、アンサー漫才とコラボ企画でございまして、いよいよ AKB48 とコラボです。おー、すごい、いやすごいですよ。あの AKB48 ですかね、偽物じゃないんですよこれ、本物の AKB48 と自由時間がコラボするということで、はい、あの実は先日、乃木坂に越されましたというテレビ東京で深夜やってる番組に、まあ、私が出たんですよ。その時に AKB の5人のメンバーと漫才をちょっと教えるというね、動画、まあ、こちらですご覧ください。ナイツの花輪さんです、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。皆さん、私のことをもち米って呼んでくださいってします。そして、27歳の時に弟の山川豊に誘われて、それ、鳥羽一郎じゃねえか。これはありまして、今回この5人のメンバーにあのお礼をしたいなということで、5人のこう資料が今こちらにございます。私、この漫才を少し作ってあげようかなと思っております。AKB48 全部調べてきましたって言うとやっぱり大変な量になるので、はい、まあ、あの AKB48 の、まあ、この今回コラボした5人ですね。この5人ともね、やっぱまだ正直ですね、多分世間の人そこまであんまり有名じゃないというか、まあ AKB のすごい人たちに比べると、まあ、知名度はそんなにないので、まあ、この動画で少しまた知名度上げてあげたいなっていうので、まずはね、じゃあ AKB48 この5人を調べてきましたというところから入っていきたいと思います。まず小林蘭ちゃんですね。小林蘭ちゃん、なんかいい子だったよね。まつげが長い長所、決めたことはやり通す、人と話すのが大好き、部屋の片付けが苦手、趣味は人間観察、特技はロックダンス、好きな食べ物はいちご、お肉、ごまアイス、好きな言葉は天真爛漫。むずいな、これだけの薄い情報で薄い情報もう小林で間違えますか。まずは小林蘭ちゃんですよ。で、小林蘭ちゃんといえばね、子役時代からあのすごく好きでみたいなことを言って、それ小林星蘭ちゃんだろう、あ、ごめんなさい間違えちゃいましたつって、で小林蘭ちゃんといえば、数々の CM ソングを作った、ね、先日お亡くなりました小林亜星ちゃんだよ、全然違うだろうつって、あ、ごめん、小林蘭ちゃんといえばね、まあ、今年ねあのオリンピックの直前で、ね、解任されて小林健太郎ちゃんだよつって、小林が今年ちょっと話題になったからね、はい、うん、小林つながりでいいんじゃないですか。まあそんな感じでいいんじゃないですかね、小林蘭ちゃんに関しては。続いて川原美咲ちゃん。川原美咲ちゃんはもう可愛かったね。この子は佐賀県出身なんですよ。ミッサーっていうですねあだ名があるので、ミスターというあだ名にして、ミスターと言っていいのはあの人しかいないだろうみたいなね、長嶋さんだけだよみたいなツッコミにして、佐賀県出身なんですよ。で佐賀県といえば SIGA 佐賀ですよね、で滋賀だろうっていうね、まあ、本編でもやりましたけどこう言えますよね、違うよ、あ、ごめんなさいつって SIGO をつって、茂雄だよつって、だから長島ミスターじゃないんだよみたいなことをね、こういうとこの少しこう広がっていきますんで、いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、これ終わりです、はい、マチャリン、馬のマチャリンね、あの台湾の子ね、可愛かったですよ。やっぱこう日本語がまだねそんなにうまく話せないっていうので、 AKB48 初の外国人メンバーなんて、あ、それはすごいじゃん。中学生の頃に AKB48 のファンになって日本の芸能界の活躍を夢見るようになり、台湾での AKB48 のオーディションをお知り、これが絶好のチャンスだと思いオーディションに応募した。だからこのこれ出てこない場合はもうあの AKB の曲で間違えるっていうパターンに変えましょうか。うん、だから10年前の2011年に AKB で入ってた曲をちょっと調べてください。2011年、その曲をちょっと言い間違いしようか。フライングゲット、フライングゲット、はい、マチャリンは AKB48 史上初の助っ人外国人と言われてますみたいな、そんな言い方しねえだろ、プロ野球選手じゃないんだからつって、 AKB48 の史上初の外国人と言われていますつって、いやおかしいですよねつって、だってそれでは昔いたじゃない、それ AKD4 だろってまずいつものやつやりますよね、はい、台湾出身で AKB、 でも台湾だとローメイシーって言いませんでしたっけ、だからそれもプロ野球選手なんだよって野球でつながりますよね。でその後に、中学生の時に
あのフライでゲッツーを見てなんか野球やりたいと思いますって言って、じゃあフライングゲットを聞いて野球に入りたくなったんだよって言って、でもエブリデイ車中感を聞いてましたよって言って、いやエブリデイ、カチューシャだよって言って、もう全部野球じゃねえかっていう感じはどうですか。いや最高ですね。いいよね、はい、うん、じゃあこれでマチャには野球つながりにさせていただきます。じゃあ田口真中、あこの流れでいいじゃん、田口真中っつって、あのまああのあれね、現ヤクルトと、前ヤクルト監督のコンビですっつって田口と真中のユニットじゃねえぞっつってね、はい、あまあそこでいじって16期なんだって。ユニバースの同期。ユニバースなの。ユニバース東京 NSC16 期ですね。あじゃあ16期っていうことは、はい、ユニバースとあと同期になりますって言って、吉本の NSC じゃねえよ、 NSC じゃねえ、うん、新潟におばあちゃんが住んでて NGT も落っこってて HKT も落っこってて、結構みんなずっと落っこってるんだね、この子はね。この子ね本当に苦労人なんですよっつって、はい、まあ2015年 NGT48 の一期で、まあ、あのちょっと書類選考で落っこっちゃいまして、2016年の HKT48 のオーディションも落っこっちゃいまして、つって、あそうなんですねつって、それで、まあ、その後選抜総選挙も第9回県外 で、まあ、第10回も県外でつって、でなんかじゃんけん大会もあったんですけど、第8回もこの2回戦敗退してつって、でいよいよこの歌唱力ナンバー決定戦になりますつって、これ第1回が予選敗退で第2回予選敗退でね、そしてあの運命の第3回これ予選敗退してしまって、かわいそう、1回もいいとこねえじゃねえかわいそう、はい、という彼女なんですけどいつ出てくるのよ、よくないです、笑ってる俺もよくないです、まあいいんじゃない、これでいいんじゃない、でも美味しいじゃん、まあ、だってこのウィキペディアが全部押してるやつしかないもうちょっとな輝かしい実績言ってあげなよみたいな感じで、これでいいと思います、はい、じゃあ湯本亜美ちゃん最後、はい、箱根湯本とかさ、なんだろう点が得意。うわ少ない情報。まあ例えばもう情報があまりないから、岩見は、出身が千葉県出身 B 型身長153センチですみたいな。そうなんですね。いや突っ込めろよ突っ込めよっつって、はい、埼玉県で大型で156センチだろっつって、知らねえよそんなのっつって面白くねえし。だからその路線でこう行くのもいいんじゃないですか。そうです、うん、パジャマドライブをなんかこうわけわかんないお邪魔ドライブ公演でデビューしますっつって、はい、であそうなんですよね、そうなんですね、パジャマドライブってちゃんと突っ込めよっつって知らねえしみたいなことをちょっとこういう軸にして、でこの2013年の12月に出しているシングル鈴懸の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何時間考えた上でのやや恥ずかしい結論のようなものでシングル表題曲に初選抜って書いてあるから、でここをバーって言って、いやどこで間違えてるのか分かんない、分かんないよ長すぎて、なんだそれっつって、いやこれは間違えてないですって、それはあったのかよってまあ以上のね5人部員からなる AKB48 の皆さん覚えていただきましたでしょうかっつって、もっといるはいかないでしょということで、はい、終わりにさせていただきますので、素晴らしい漫才ができましたので、これはまたしっかり清唱させていただきまして、はい、ちょっとまとめたやつこちらをご覧ください。どうも、乃木坂に越されましたでお世話になったメンバー5人についてヤホーで調べてきました。ヤフーですけどね。まずは小林蘭ちゃんね、子供時代にカルピスの CM で注目を集めました。それは小林星蘭ちゃんだよ、似てるけどなんか字が、あ間違えた、あの CM ソングを作ってきた人ですよね、今年ねお亡くなりになってしまいましたよ、それは小林亜星だよ、星蘭ちゃんの星から亜星に行っちゃったのかな、ランちゃんから遠ざかってますから、あ間違えた、あのオリンピック開会式直前で辞めることになりましたね、それ小林健太郎だろ、小林しか会ってないですからね、チーム稽古とね、チーム小林に所属していますけど、 いろんな小林が所属しているチームじゃないですからね、続いてね川原美咲ちゃんね、ニックネームがねミスターですね、ミスターは長嶋さんだけだからミスターだよ、佐賀県出身なんですよね、佐賀県といえばあの歌ですよね、 SIGA 佐賀、 SIGA だと滋賀県になってるだろう、あ間違えましたね、 SIGOO だっけ、
SIGO だって茂雄になってるよ。だからミスター関係ないんだよ。最高ですかって呼びかけるんですよね。佐賀最高だよ。福永方言じゃないんだから。法の花三方言の誰がわかんだよ。続いてマチャリンね。あ、AKB48 初の外国人メンバーですよね。え、違うでしょ。デストラーデがいるでしょ。それは AKD 法だよ。台湾出身のメンバーなんですよ。え、台湾出身だとロメイシがいますよね。だからプロ野球の助っ人外国人の話じゃないんだよ。中学生の時に見たフライディゲッツーやフライングゲットね、エブリデイ左中間に影響を受けます。カチューシャだよ。もう野球忘れろって。続いてヤクルトの現役選手と元監督のユニットです。それ田口真中でしょ。田口真中ちゃんだからポジションが DH です。それ所属事務所なんです。本当にもう野球僕やめてください。16期ですからね。同期がユニバース、ヤサシーズ、シュンシュンピークリニックですかね。だからそれ NSC の16期だよ。吉本の芸人さんじゃないんだよ。彼女はね、苦労人なんですよ。2015年 NGT48 のオーディションに落ちましてね、2016年 HKT48 のオーディションに落ちましてね、選抜総選挙では第9回県外、第10回県外、じゃんけん大会では第8回2回戦敗退、そしてね、歌唱力ナンバーワン決定戦では第1回予選敗退、第2回予選敗退します。そして第3回で予選敗退です。全部敗退した歴史だけ言うなよ。少しは輝かしい実績を言えよ。そして最後はね、箱根湯本亜美ちゃんね。箱根いらないから湯本亜美ちゃんでしょ。1997年10月4日生まれ、身長が155センチです。ああ、そうなんですね。いや、突っ込めよ。10月3日で156センチだよ。いや、どんなボケだよ。わかんないし、全然面白くないだろ。研修生公演のですね、お邪魔ドライブ公演でデビューします。あ、そうなんですね。いや、そこはパジャマドライブだよ。突っ込めよ。いや、知らねえんだよ。申し訳ないけど、ボケが細かいんだよ。そしてシングル、鈴風の木の道で君の微笑みを夢に見ると言ってしまったら、僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上での、やや気恥ずかしい結論のようなもので、初選抜されます。いや、もうタイトル長すぎて、どこボケたのか分かんないよ。あ、これは特にボケてないんですけど、いや、ボケてねえのかよ。そんな5人組からなる AKB48 を覚えていただけましたか？ 5 人以外にもっといるよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。